復讐というより因果応報的なお話。私と兄と姉は幼い頃父から虐待を受けてた。殴られるなんて当たり前。姉はストーブの上に乗せられたり、私は熱湯をかけられたり、兄は鼻が折れるほど殴られたりしてた。母親はかばってくれた。母の体もあざだらけだった。父親が働かないので、母が夜のお仕事をして私たち兄弟を支えてくれた。当時給料は日払いか手渡しの時代だったので、お金が入ると母親から無理やり取り、ギャンブルをしてすべて使ってしまうので、母親は家のいろんなところに隠してた。お金の場所がわからないと父はイラつき、私たちにあたり散らし、ありかを知らされていた兄に、お金の隠し場所はどこだと言って殴りまくってた。兄は絶対に口を割らなかった。母親は離婚を考えていたが、兄や姉が名字が変わってしまい、転校するのは辛いと母親に伝えていたので母はためらっていた。ある日、兄の担任の先生が来て、兄の様子がおかしいと言われて、母は家での事情をすべて話した。子供の環境を考えると、離婚を視野に入れた方がいいのではと話され、転校するなら、転校先の学校に根回しして、辛い思いをさせないようにするからと担任に説得されたそうだ。それから、しばらくして、父親が闇金にお金を借りて払えないので、母と私たちを置いて逃げた。当時、弁護士とかそういうのは当たり前じゃなかったので、払う義務がないはずなのに母が払うことになった。母の姉にお金を借りて引っ越し、父とは離婚成立。母は私たち三人を抱えながら数百万の借金を返す生活を余儀なくされた。朝から夜中まで働き、私も幼いながらも母が大変なのが分かったので、兄弟協力して家事をやり生活してた。片親だからといって母は子供に不憫な思いをさせまいとして、運動会の日は朝3時から起きて場所取りとお弁当作りなどをしてくれた。お肉はほとんど食べたことなかったけど、運動会の時の唐揚げとウインナーと大きなおにぎりは本当に美味しかった。しばらくして私たちも大きくなり、末っ子の私も中学生になっていた。その頃家に父から電話がかかってくるようになり、母に金の無心をしていた。それに腹を立てた私は、父から電話が来るたびに、どの面下げて電話してくるんだ。死ねよてめえなどと罵声を浴びせて電話を切ると、父は母の職場に電話をしてきて、どういう教育してるんだと金よこせなどと迷惑をかけるようになった。当時、まだ中学生で、母に迷惑かけてしまった自分を責めてると、兄が、母さんとお前たちは俺が守るから、と慰めてくれた。父のせいで、母は職場を変えざるを得なかった。私が高校生になった頃、兄が、就職で県外に行ってしまい、母と姉と私の生活。バイトしながら家計を助けて、やっと、父の借金を返し終わった頃に、真っ青な顔した兄が帰ってきた。どうしたのかととうと、兄の家に、一通の手紙が来たそうだ。金の無心をする父からだった。兄の引っ越し先を教えてないのに、どうして父が知ることができたのか。当時、個人情報保護法が施行される前の話だったので、生活保護の受給をしたくて、市役所に来た父に、息子さん同じ市に住んでいるので、息子さんに養ってもらってくださいと、市役所の人が、勝手に、兄の住所を教えたことが分かった。兄は、当時、結婚を前提に付き合っていた女性と同棲していた。その女性に、市役所から住所を教えてもらった父が来ていて、父が、勝手に、兄の妻だと思って、金の無心をしてたらしい。彼女は、父に数万渡してしまっていたとのことだった。兄は、どこまで俺たちを苦しめればいいんだと泣いていたのを覚えている。兄は市役所に抗議したが、ああそうだったんですか。でも子供なら養えば?と、市役所の職員の対応は本当にクソだったらしい。拉致が開かないので、今後父とは関わりたくないので、住所を教えないでほしいと強く訴え、市役所も、それをなんとか了承してくれ、彼女には、お金を返し、引っ越しをせざるを得なかった。それから10年以上経ち、去年に、市の生活保護課から手紙が来た。
内容は、子供なんだから父親を養え的な手紙。もちろん断った。住所を教えないように釘を刺したんで、昨日兄から連絡が来た。父が死んだから遺体を引き取ってください的な氏からの連絡。もちろん兄は断り、生ゴミの日に出すか無縁仏に入れるかしてくださいと答えたそうだ。今、やっと父から解放されて兄弟全員結婚して、母は姉夫婦と同居しており、孫に囲まれ楽しく暮らしてます。母は、離婚してからの方が幸せだよ、が口癖です。あまり、すっきりしないかもしれませんが、決着がついたので、記念書き子です。余談ですが、孫は、私と姉の子供だけで、兄には子供は、できませんでした。小さい頃の虐待の成果はわかりませんが、精子がない状態だったそうです。兄は離婚されるのを覚悟してたようですが、兄嫁さんがすごくできた方、父にお金を渡してしまった彼女ですね。私は、子供が欲しくて結婚したわけじゃなくて、あなた、兄のそばに一生いたいから結婚したのよ、と言われたと兄が号泣してました。姉と私には、何かあっても、兄くんは私が支えます。でも、私に何かあったら、兄くんを支えてくれますか?と言われて、母と姉と私も号泣したのを覚えてます。本当にいい嫁さんもらってよかった。母の離婚当初は、兄小学4年、姉小学1年、私4歳で、一番上の兄が盾になって、私と姉を守ってくれてました。兄の背中には、タバコを押し付けられた火傷の跡や、たくさんの傷跡が今でも残っています。それでも、家族全員が幸せになりました。当時、兄の担任の先生がたくさん助けてくれたみたいで、その先生にも感謝しています。では、話に戻ります。読んでくださってありがとうございました。